はい、今回は三島由紀夫の代表的短編「幽谷」を読み解いていきます。まずは作者自身による有名な解説をご覧ください。幽谷は物語自体は単なる226事件外伝であるが、ここに描かれた愛と死の光景、エロスと大義との完全な融合と相乗効果は、私がこの人生に期待する唯一の修復であると言ってよい。しかし悲しいことに、このような修復はついに書物の紙の上にしか実現されないのかもしれず、それならそれで私は小説家として幽谷一編を書き得たことをもって満足すべきかもしれない。かつて私はもし忙しい人が三島の小説の中から一編だけ、三島の良いところ悪いところ全てを凝縮したエキスのような小説を読みたいと求めたら、幽谷の一編を読んでもらえば良いと書いたことがあるが、この気持ちには今も変わりはない。大江健三郎さんのセブンティーン二部作を過去動画で扱わせていただきましたけれども、三島由紀夫の幽谷はセブンティーンと同じく安保闘争の翌年1961年1月に発表されております。幽谷は小説中央公論、セブンティーンは文学界。時期的に言って幽谷も浅沼稲次郎暗殺事件に触発されて書かれたんじゃないかと私個人は前々から推察しているんですけど、三島自身はそのようなことをどこにも書いておりませんし、関係の限りそういった指摘をする研究者もいないようなんですね。筑摩文庫の文化防衛論に収録されている学生さんたちとの討論において、浅沼事件の犯人山口音也のことを聞かれ、以下のように答えてはいます。あれは立派ですよ。僕がいかんと思うのは中央公論事件の小森の場合です。女子供をやるなんてことは非常にいかん。226事件も偉いのは女子供をやらなかったから、あれは実に見事だ。女子供をやるという考えは一番いかん。浅沼をやった山口音也は非常に立派だ。後でちゃんと自決しているからね。あれは日本の伝統にちゃんと従っている。私には北条の海第2部本場の主人公飯沼勲がですね、音屋と重なって仕方がないんですけど、それはさておき幽谷ですね。幽谷を読み解くことはすなわち三島が馬太夫をどのように受容したかを読み解くことに直結します。で、この受容の仕方が非常にユニークなんですね。ここさえ押さえれば幽谷はおのずと読めてしまいますので、作品読解は最後に回しまして、まずは三島の馬太夫に関する発言を確認していきたいと思います。最もわかりやすいのは文芸評論家の古林隆さんを聞き手にした自決事件直前のインタビューです。三島は以下のように述べております。ジョルジュ・バタイユを僕が知ったのは昭和30年頃ですが、僕が現代ヨーロッパの思想家で一番親近感を持っている人がバタイユで、彼は死とエロティシズムとの最も深い類縁関係を説いているんです。バタイユのエロティシズムを簡単にまとめますと、私たちの精神活動や社会活動は労働によって成り立っており、労働を成り立たせるためには私たち人間が本来有している動物性、暴力ですとか性衝動ですね、こういったものを抑圧する必要があります。法律やしきたり、つまりは禁止によってこの世界は俗世間と主に宗教によって管理されるようになった神聖な領域とに二分されたわけです。バタイユに限らず様々な思想家が述べていることですけど、私たちはきっかけさえあれば窮屈な日常を売っちゃって本能だけが渦巻くあちら側、悲願に渡りたいと望んでおります。詳しくはエロティシズムの読解動画をチェックしていただきたいんですが、バタイユによりますと、こちら側からあちら側、悲願に渡るためには暴力が必要になってきます。言い換えるなら禁止を違反によって乗り越えなくてはならないわけです。禁止の真相こそ私たちの人間的態度の鍵に他ならない。もし私たちが禁止を順法し、これに服従しているならば、もはや私たちに禁止の意識はなくなる。しかし私たちは違反の瞬間、それがなければ禁止は存在しなくなるであろうような後ろめたさを感じるのだ。それが罪の体験である。体験は違反を完成させ、違反を成功させ、違反は禁止を楽しむために禁止を維持する。エロティシズムの内的体験は禁止の基礎をなす後ろめたさに対する感受性とともに、また禁止を破りたいという欲望に対する感受性をも体験者に要求する。それが宗教的感受性であり、宗教的感受性は欲望と恐怖、激しい快楽と後ろめたさとを常に緊密に結びつけるものなのだ。
バタイユ面白そうだな、読んでみようかなと思われた場合はですね、ちくま文庫から出ておりますエロスの涙、これは文章より画像が多い、いわば資料集と呼べるものなんですけど、手に取られる際はご注意ください。強烈な写真がですね、最後の最後に載っております。領地刑という中国で行われていた処刑の様子を撮影した一枚でして、三島はこれに関して以下のように発言しております。バタイユはこの刑を受ける姿にこそエロティシズムの真骨頂があると言ってるんです。つまりバタイユはこの世で最も残酷なものの極地の向こう側に最も超絶的なものを見つけ出そうとして実に一生懸命だったんですよ。バタイユはそういう行為を通して生命の全体性を回復する以外に今の人間は救われないんだと考えていたわけです。僕もバタイユに賛成です。いつだったか10代の女の子が自分の育てた豚を食べるという体験を負ったドキュメンタリー番組を見たことがありまして、最初はペットのように可愛がっていた豚なので殺すのを泣いて嫌がるんですね。でも大人に諭されて最後は美味しいと笑顔で食べていました。大げさな話、彼女はこの体験を通して全体性をいくらか回復したわけです。全体性の回復とはつまり性族の区別解消と捉えて問題ないと思います。これはしかし法律やしきたりをなくすということではなくて、バタイユはこの図における右から左、左から右への移行を内的体験と定義しているんですけど、全体性の回復はあくまで吐き気やめまいを伴う内的体験を通じてなされなくてはならない。詰まるところ禁止と違反が必要になってくるわけですが、かつては生贄を捧げる宗教的な儀式、釘ですね、釘や戦争がその役割を担っていましたけれども、今や生族のバランスを取ると申しますか、生族の移動をスムーズに促すと申しますか、要は全体性を担保するはけ口、動物性の解放、社会性の放棄を促す祝祭的なイベントがですね、失われているわけです。そこで性愛、エロティシズムがその機能を担うものとして注目される。明治大正の時代から自由恋愛や性愛に関する言説というのはありましたし、それに伴う人間性の解放もあちこちで唱えられてきました。昨今も LGBT に関する議論が盛んに行われていますよね。戦後文学でいくと、まず1947年群像3月号に発表された田村康二郎の肉体の門、これが有名です。あと野間宏ですね、戦争体験ばかり書いたイメージが強い作家ですけど、エロティシズムの追求も主題の一つとしてありました。それで三島由紀夫というのは本当に頭のいい人で、禁止がしっかり機能していなければエロティシズムはフリーセックスに行き着くしかない、人間性の解放はおろか反体制的な効力も従前に発揮しえないというんですね。どういうことかというと、例えば石原慎太郎さんは太陽の季節で新しい青年像を提示し、大人たちの度肝を抜いたわけなんですけど、数年後には完全な遊戯という短編を発表してボロクソに叩かれております。精神障害者である女性を拉致した上に輪姦し、最終的には崖から突き落として殺すという不道徳極まりない内容なので叩かれるのは当然なんですけど、この作品を批判した批評家たちは何にもわからなかったんだと思いますよと三島は述べております。何にもわからなかったんだと思いますよ。あの当時みんな危機感を持っていなかった。そして自由だ解放だなんていうものの残りかすがまだ残っていて、人間を解放することが人間性を解放することだと思っていた。僕はそれは大きな間違いだと思う。人間性を完全にそうした形で解放したら殺人が起こるか何が起こるかわからない。つまり現実に起こる解放というものは全部相対的なもので、スウェーデンであろうがどこの国であろうがルストモルト、快楽殺人というものは許されない。人間が社会生活を営む以上は。私はよく革命という概念を持ち出しますが、そこには例えば人間性の解放なんかも含まれるわけですけど、これって理想であり、要はイメージ、概念ですよね。ヘーゲルによりますと、概念は弁証法運動によって生み出されます。弁証法運動とは何かといったら、
よく持ち出される例ですが、カレーライスが食べたいけどご飯がない、うどんならある、カレーライスという理想とうどんしかない現実の対立関係、緊張関係からカレーうどんという結論が導き出される。この一連の流れが弁証法運動なわけですけど、三島は完全な遊戯を例に取り上げて、何の対立もない状態で自由や解放ばかり追っていたら最終的にはこうなるぞという観点を提示しているわけです。で、三島はおそらく全共闘運動もですね、このような観点から捉えていました。人間性を従前に解放したらどうなるか、怖いことになるんだよ。紙くずだらけはまだしも、泥棒、強盗、強姦、殺人、獣に立ち返る可能性を人間はいつも持っている。かくいう僕自身だってそうだよ。初めは論理で叩き合っていたのが角材になり、鉄のパイプになり、ドスになり、このままエスカレートすればピストル、ライフルだって使うだろう。いや、彼らなら核兵器だって使うだろうさ、もし手に入ればね。そこがイデオロギーの恐ろしさ、人間性の恐ろしさなんだ。逆説的な言い方になりますけれども、違反が建設的な効果を上げるためには禁止がしっかり機能しなくてはならないわけです。私は禁止について法律やしきたりを持ち出してばかりでしたが、三島の発言に触れていると、そこには違反すれば自分が自分でなくなるような絶対的な価値観、倫理観が求められるのかなと考えずにはいられません。例えば戒律ですね。三島は完全な遊戯について言及した直後、だからカソリックというのはすごいですよ、あれは最もエロティックな宗教ですと指摘しています。これは本家本元の見解に習ったのだと思います。バターユがエロティシズムにおいてキリスト教の特異性をかなり深く掘り下げて考察しているんです。ね、エロティシズムの発展が宗教の領域の外に全くありえないのは当然であるが、まさにキリスト教だけがエロティシズムに反対して大部分の宗教を断罪したのだった。ある意味ではキリスト教という宗教はおそらく最も宗教的ではないのである。キリスト教のストイシズムについては折に触れて言及してきましたけど、バタイはそこにだからこうなんだという内容を与えてくれます。ざっくばらんに言って、キリスト教世界は禁止と違反のうち禁止しか認めず、違反の罪、後ろめたさですね、後ろめたさを悪と断じる世界観です。例えば原始宗教において動物は人間のルール、禁止に縛られない聖なる存在として崇められていました。ざっくばらんに言って、もののけ姫の世界だと説明させていただきましたけれども、これがキリスト教世界になると、食っちゃねばかりしている人は豚みたいだとか、セックスやオナニーばかりしている人は猿みたいだといった具合でですね、動物は蔑まれるようになっていきました。悪魔は堕落の象徴であるから尻尾が生えているわけです。ヘーゲルの歴史哲学講義でやりましたけど、キリスト教の画期性はキリストという神が受肉したところにあります。神が人として生きて死んだということは、私たち人間は生きながらにして神の領域に到達可能なんだ、人間はそれだけ崇高な存在であるべきなんだという理屈になる。それでどんどんストイックになっていった。魂の不滅性がこの傾向に拍車をかけます。私たちのアイデンティティは死んだらあちら側悲願へ拡散されていく。バタユ流に言ったら、非連続的な個体である私たちは死んだら連続性へと帰っていくはずだったんですが、キリスト教はこの図式をもいじりました。私たち一人一人の魂は死んでも維持されたまま天国か地獄に振り分けられるようになったわけです。誰も地獄には落ちたくないので、戒律が絶対視され、ますますストイックになっていく。バタイユ曰く、キリスト教は道徳の完成した形態であるとのことです。キリスト教はこの現実世界の彼方を一般に、全ての非連続の魂の延長とした、孤立した各存在の永遠の非連続性に神と共に宿命づけられた無数のもので、天国と地獄とを一体にした。選ばれた者と地獄に落ちた者、天使と悪魔はその中を永遠に裂かれ、耳に二つに隔然と分けられ、回復しなければならないあの存在の全体から任意に切り離されて不滅の断片と化した。渋沢さんは一箇所野縁と書いてサバトとルビを振っているんですが、サバトとは魔女本人や彼女らが催す集会を意味するのだそうで、そこで崇拝されていた悪魔とは何のことはない、原始宗教において神聖視されていた動物と同じだったのかもしれません。
司祭に眺めればキリスト教におけるサタンはかなり崇高なものに近く、罪そのものさえ神聖と完全に無関係なものとは認めがたいことを直ちに指摘しておかねばならぬ。罪は最初宗教的禁止であって、異教徒の宗教的禁止はまさしく神聖だった。近代人が神聖なものを前にして今なお感じざるを得ない不安や戦慄には、禁じられたものから呼び起こされた恐怖の感情が常に結びついている。こうなってくるとですね、人によっては茶道やボードレール、ニーチェに対する見方もいくらか変わってくるかもしれません。彼らはいろんな意味でめちゃくちゃだったんですが、悪徳の栄、悪の花、善悪の悲願といった具合にキリスト教世界にあって、善悪の基準を疑い、悪、つまりは禁止と違反がもたらす効用に真正面から向き合った哲学者や詩人でした。堕落は、悪は、サタンは罪人にとっては熱愛する崇拝の対象だった。悦楽は悪の中に飲み込まれた。悦楽は本質的に違反であり恐怖の乗り越えであって、恐怖が大きければ大きいほどそれだけで歓喜は深かったのである。想像であろうとなかろうと、野猿の物語には一つの意味がある。それは非道な歓喜の夢ということだ。佐渡の書物もその延長であり、遥かに遠くまで足跡を伸ばしたが、要するに同じ意味においてだった。常に問題なのは禁止の反対に近づくということだ。キリスト教世界には禁止しかなく、違反は悪として即断罪されます。三島由紀夫が指摘していた通り、こういった世界の中で禁を犯す背徳感ほどスリリングなものはないと言っていいかもしれません。バタイユは修道士と快楽の関係についてかなり丁寧に考察してくれているんですが、以下の部分などはやや難解なんですけど、悪とみなされた領域から崇高さを取り戻す過程ですね、これを非常にうまく説明してくれていると思います。禁錮を書いたものが珍しくない信仰者や修道士の生活においては、誘惑の目標はしばしば生殖的なものではなくて、むしろエロティックなものである。これが聖アントニウスの誘惑に結びついたイメージの示している真実だ。誘惑において修道士を悩ますものは確かに彼が恐れているものに他ならない。自ら死ぬという欲求の中に崇高な性への憧れが表現されている。比喩的に考えるならば、死の衝動は修道士を寺院の屋根の上にさらっていくのである。その屋根の高みから恐れ気もなく目をいっぱいに見開くならば、相対立する可能性同士の間の関係がすっかり眺められるはずなのだ。私の解釈を述べますと、禁止と快楽は比例します。修道士にとって性衝動に従うかどうかはまさに死活問題で、誘惑に負けて戒律を破るとき、彼は彼ではなくなる喪失感と表裏一体の快楽を味わうことになる。極端なストイシズムがあってこそ、そこからの解放はエロティシズムと結びつくのであり、宗教によってはこの性衝動を下脱に転用しさえするのだと思います。三島由紀夫もおそらくこういった解釈をしていました。僕の考えでは、エロティシズムと名が付く以上は、人間が体を張って死に至るまで快楽を追求して絶対者に裏側から到達するようなものでなくちゃいけない。だからもし神がなかったら、神を復活させなければならない。神の復活がなかったらエロティシズムは成就しないんですからね。僕はそういう考えをしているから、無理にでも絶対者を復活させて、そしてエロティシズムを完成します。これはその辺にある日常的なセックスなんかとまるで次元が違う、まあ一種のパンエロティシズムですよ。僕はその追求が僕の文学の第一義的な使命だと覚悟しているんです。引用文中にある神の復活がカトリシズムを意味するのだとしたら分かりやすいんですけどね。三島はこの絶対じゃないし神に天皇を代入するわけです。エロティシズムと名が付く以上は、人間が体を張って死に至るまで快楽を追求して絶対者に裏側から到達するようなものでなくちゃいけないと述べていますが、これは要するに絶対者への信仰を正攻法で貫き通すのではなく、快楽のために違反を犯すというふうに読めます。バタイユを読んでいたらこういう解釈にしかならないはずなんですけど、しかしどうも三島文学において禁止の有無は指して重要ではないようなんですね。
僕の場合にはバタイユから啓発されたんで、バタイユそのままではありません。僕の内面には美、エロティシズム、死というものが一本の線を成している。私に言わせると瀕死とそれに伴うストイシズムがここに抜けているんです。おそらくですけど、三島というか敗戦時に物心ついていた世代、昭和一桁台までに生まれた世代の人間にとって、天皇を絶対者に据えるということは、すなわち完全な遊戯や全共闘運動のようなめちゃくちゃが通らない世界観になることを意味したのではないか。端的に言って、それは戦前ひどく寒い日226、1936年2月26日夕刻の時代にタイムスリップするようなものです。竹山中尉と玲子夫人の新婚生活は、性生活含め以下のようにまとめられております。これらのことは全て道徳的であり、教育直後の夫婦愛和氏の教えにもかなっていた。玲子は一度だって口答えはせず、中尉も妻を叱るべき理由を何も見出さなかった。開化の神棚には皇太神宮のお札とともに天皇皇后両陛下の御神栄が飾られ、朝ごとに出勤前の中尉は妻とともに神棚の下で深く頭を垂れた。捧げる水は毎朝汲み直され、榊はいつも艶やかに新しかった。この世は全て厳粛な神秘に守られ、しかも隅々まで身も震えるような快楽に溢れていた。私たちは伝統や格式といったものを時代遅れの一言で片付けてしまいがちなんですが、そうはさせない文体を三島由紀夫は獲得しています。私は何よりも格式を重んじ、私自身の文体が必ずしもそうだというのではないが、冬の日の武家屋敷の玄関の式台のような文体を好んだのである、と太陽と鉄で言ってましたけれども、途中の謙遜が嫌味に感じられるほどの完成度であります。竹山中尉は新婚であることを理由にクーデターに加えられず、親友たちを反乱軍として撃たなくてはならない立場に置かれます。それは耐え難いということで切腹を決意し、玲子も軍人の妻として共に果てます。夕刻はつまり美男美女の新婚夫婦が心中を決意し、情熱的な最後の営みを経て実際に自刃するまでを書いた短編小説でして、金を犯すというニュアンスは全くと言っていいほど読み取れないんですね。三島は山口音也の暗殺劇が日本の伝統にのっとり自殺で締めくくられていることを褒めていましたけれども、軍服と白むくで刊行される夕刻の自刃も伝統にのっとっておりますので、あの新婚生活の格式ばった日常から非日常への落差があまり感じられないんですね。というよりむしろ教育直後や御神栄などが出てくる日常風景の描写がすでに非日常的だったと言うべきなのかもしれません。磯田浩一さんは以下のように述べております。本当のエロチシズムとは、デカメロンやファニーヒルのおおらかな人間性参加などとは何の縁もなく、むしろ日常的人間性の抹殺、ストイックな決意と紙一重なものであるということを、竹山中尉の軍服姿と妻玲子の純白の衣装は私たちに語ってくれる。生は死に限定されることによって祝祭たりうるのであり、祝祭は極度に反日常的、反ヒューマニズム的な形式によって遂行されなければならない。仮に平和な民主社会の中で背広姿の竹山中尉とセーターやスラックスを身につけた玲子とを想定するならば、そこにはただ一回の強烈的な祝祭とは縁の遠い、おおらかなそれゆえにこそ通俗的で緩慢な祝祭の繰り返しと、それに続く老衆とが待っているだけであろう。誤解を恐れずに言えば、性の論理たるヒューマニズムに支えられた民主主義社会とは、人間から祝祭としての死を奪い、老衆を人間性の名において賛美する社会を言うのである。原始宗教における生贄を捧げる儀式は釘と呼ばれるんですが、幽谷のエロティシズムはまさしく釘のエロティシズムです。本作は映画にもなっていまして、三島自身が監督し主演を務めてもいます。内容はというと、まずモノクロでセリフはありません。神妙な BGM が流れる中、死生と対処された掛け軸のかかったヒノキ舞台で、
三島由紀夫を扮する軍人と新妻がまぐわい自陣するだけの短い作品となっております。能にインスパイアされた前衛的な演劇をカメラにそのまま収めたといったらイメージしやすいかもしれません。こう障子に血しぶきがパラパラパラっと降りかかる日本独特の演出ってあるじゃないですか。原作では白むくと血との対比が鮮やかなんですが、映画ではその効果を最大限引き出すためにあえて畳を使わなかったのかもしれません。最大の山場である切腹シーンがどんな感じかちょっとだけ引用してみます。苦手な方はご注意ください。中尉は右手でそのまま引き回そうとしたが、刃先は蝶に絡まり、ともすると刀は柔らかい弾力で押し出されてきて、両手で刃を腹の奥深く押さえつけながら引き回していかねばならぬのを知った。引き回した。思ったほど切れない。中尉は右手に全身の力を込めて引いた。 3,4 寸切れた。こう見事に鍛え上げた腹筋にですね、切っ先を当ててぐさりといく瞬間はとりわけ目を背けたくなります。うわー、もうやめてやめてやめてとこう思わなくなるくらいですね、いつしか意識が薄れていくと申しますか、息を荒げながらただただ目の前で繰り広げられる光景に意識を持っていかれる感じですね。バタイユに言わせると、この感覚こそあちら側悲願に移行している合図であり、言い換えるなら全体性を回復している状態になるわけです。幽谷とはつまり釘そのもの、226事件に財を取ることで釘足りえている、非常に完成度の高い短編だと言えます。三島由紀夫はこれを自分でやりたいと、高度経済成長の真っ只中60年代半ばあたりから匂わせるようになりまして、70年にはついに実行に踏み切るわけです。三島は天皇の絶対性を復活させるために文化防衛論その他で頑張りましたが、残念ながら突拍子のなさばかりが浸透しているのが実際です。北条の海ばかりフォーカスされて、実際に晩年の三島がですねどんな政治的発言をしていたかというのは見過ごされがちですので、そこのところをまとめてですね、三島文学に関してはひとまず切りにさせていただく予定です。今回はここで締めくくらせていただきます。最後までご覧くださった視聴者様、非常に長かったですけれども、今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。